ございますと感動しました。原木椎茸収穫です。前原龍二の前向きチャンネル。今日は霧島市の山の中です。椎茸を育てているということでご覧ください。椎茸の原木がずらーっとたくさん並んでます。皆さんご存知ですか？鹿児島県は原木に菌を打ち込み自然に近い方法で栽培する原木椎茸の生産量が全国で上位なんです。作業中すみません。 KTS の前原です。こんにちは、えのき椎茸のえのきです。よろしくお願いします。お願いします。えのきさんは霧島市牧園町で4代にわたって原木椎茸の栽培に取り組む生産者。えのき椎茸園では降雨による泥水で椎茸が汚れることを防ぐために枯れ葉を敷き詰めたり、保湿効果を高めるために椎茸にビニールをかぶせるなど手間暇かけて育てています。原木椎茸の特徴ってどうなんですか？はい、まず食感がとても良くて、でさらに香りがとてもいい、そして味が濃ゆいっていうのが特徴になります。私も収穫の体験をさせていただきました。椎茸の足を持ってもらって、右左とグイグイってやってもらえば簡単に取れます。お、取れます感動しました。原木椎茸収穫です。椎茸のおすすめの食べ方って何ですか？はい、炭火焼きが一番おすすめです。えのきさんおすすめの椎茸の炭火焼き、特別にいただきます。うん、肉厚で歯ごたえしっかりしててみずみずしいですね。はい、おいしい。びっくりしました。自然の恵みを受けて育った原木椎茸、生産する現場ではこんな課題を抱えています。椎茸農家も今の高齢化が進んでまして、なかなか担い手が少ないのが現状です。そこで県では生産に必要な知識や技術を習得できる鹿児島原木椎茸生産者養成講座を開催しています。山の魅力に皆さん気づいてもらって、いろんな方にもう少しずつでもいいんで参入していただければいいのかなと思います。生産者養成講座について詳しくは県森林経営課または最寄りの各地域振興局市長林務水産課までお問い合わせください。また県では合わせてタケノコ生産者養成講座の受講者も募集中です。前原龍二のどんどん前向き宣言。原木椎茸の魅力を伝えるため前向きに努力を続けるえのきさん、えのきさんのような担い手が増えることを期待したいです。コロナ相談鹿児島では新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応などについての専門的な相談を受け付けています。受付時間は毎日午前10時から午後5時までです。また新型コロナウイルス感染症に関する一般的なお問い合わせや経済的支援については24時間相談を受け付けています。詳しくは県のホームページをご確認ください。